どうも、岡千代です。今日もですね、ドライブ雑談行こうと思います。日付、本日7月14日の土曜日です。3連休初日ですね。むちゃくちゃ暑い。もうね、車の中乗り込んだ瞬間まずいと思ったんで、とりあえずエアコンをつけてちょっと冷やしてから乗り込みました。むちゃくちゃ暑いです。ということで、今日の朝の動画がついにですね、ザ・ビートルエクスクルーシブ用にホットフィールドでですね、フロアマットを購入いたしました。純正がね、ほんとね、3万か4万円しちゃうので、絨毯に3万円も4万円も出せないということで、ホットフィールドで、安定のホットフィールドでですね、購入いたしました。メイドインジャパンが気に入ってて、あとまあ洋服と同じような感じで、やっぱり好きなものをこうチョイスできるステッチ、僕ブラックベースでステッチをイエローにしたんですけども、好きなようにですね、こうカスタムじゃないけども選べるっていうのが気に入ってますと。あとね、安い1万円ちょっとで、 T ポイントがね、僕ものすごくたまるので、全て結構カードで買い物するので、3000ポイントぐらいあったので、実質7000ちょっとで、還元が1000円ぐらいあるから、6000円台で買えたような感じですね。ということで、そろそろね、ビートルエクスクルーシブ届きそうな感じになっているように聞いたので、もうちょっと待ちましょうと。なんかね、やっぱりこの前の豪雨の災害で、まあ、僕の車だけじゃなくて、お店に入っている点検をする車だとか、部品交換待ちの部品がね、なんか届いてないということで、ちょっとね、順番というか時期がずれてるような感じですね。これはもう仕方ないことなのでですね、優先順位っていうのがありますのでですね。ということで、暑い、とにかく一応ね、エアコンがね、つけてるんですけども、ちょっと動画撮ってたら風の音があんまり入っちゃいけないかなとか思いつつ、あんまりね、強風ではないからですね、ちょっと暑いです。でも我慢します、楽しんで。で、洋服なんですけども、少しずつね、また買い足しをしております。で、何を買い足してるかって言ったら、秋にも着られるアイテムのセール品っていうのをですね、僕買ってるんですよ。一応今、例えば、まあ、GU だとか、まあ、あそこら辺のブランドも、いろんなブランドもそうなんですけども、秋冬のね、新作っていうのが出てると思うんですけど、まあ、確かにね、こうハイブランドに関しては売り切れてしまうので、発売されたらね、すぐ買った方がいいと思うんですけども、まあ、いわゆるファストファッション、まあ、特に GU のお話しすると、まあ、確かにね、秋冬新作出て魅力的なものもあるんですけども、さすがにね、暑くて着られないアイテムが多い。特にアウター関係はさすがにまだいらないかなとか思って、チェックしているようなアイテムはいくつかあったんですけども、まだいらないかなと。で、だいたいいつもの統計で見ると、でもうちょっとしたら、その第1弾で出た秋冬アイテムが値下げするじゃないですか、確実に。まあ、そのあたりを狙って、8月後半から買ったらいいんじゃないかなと思います。ということで、僕はですね、今夏のセールの関係のアイテムを買っているような感じですね。明日のね、動画、確かね、GU での購入品だったと思います。で、それからですね、また ZOZO タウンとかでもですね、こうパンツを買ったりとかですね、アウターを何にしようかなとかね、見たりとかですね、してますので、その辺をですね、こう楽しみにしていただけたらなと思います。ということでじゃなくて、というか僕が一番楽しみです。やっぱりね、好きなアイテムを購入できるっていうのがね、かなりやっぱ楽しいですね。しかも秋冬でも、今から着られるものもそうだし、秋冬活躍するアイテムをこのセール価格で、まあ、自分のね、こう好きなものをね、チョイスできるっていうのが本当楽しいなと思いますね。まあ、新作のアイテムもいくつかやっぱりね、これからチェックしていきたいなとは思うんですけども、本当にこの夏のセールが僕ね、年間通して一番安いんじゃないかなと思います。当然夏物もそうだし、 T シャツもね、まだちょっと欲しかったりしますしですね、あと春に出たアイテムがやっぱり 50% オフとか 70% オフとかになったりとかしてて、あとは何て言うかな、こう冬
冬にも着られるアイテムである去年の冬物がまたかなりねこう大特価で出てて、まあ、去年とのそのトレンド感っていうのもそんなに言うほど変わらないと思うので、まあ、自分が好きなものをですね、あの自分トレンドじゃないんですけども着られたら面白いんじゃないかなというような洋服、あのこのね夏のセールは本当に安い、もう激安です。あと他にも無印でシャツもね買ってます。で半袖のねアイテムよりやっぱり時期的にどうしてもですねこうまあ半袖のアイテムのシャツとかは特にこうね GU とかで買っているので、次から狙うべきものは今も着られる秋冬も着られる長袖系をね僕はねチェックしております。まあね、夏物はね結局夏って暑いんで、結局のところ T シャツがあれば正直十分なんですけど、やっぱファッションはねいろいろ楽しみたいので重ね着をしつつ、まあ重ね着って言っても夏の重ね着だったらパンツ履いて T シャツ着て上からシャツのような感じ、長袖シャツでもこう腕まくりしてみたいな感じにはなると思うんですけども、まあ、洋服はね自分が好きなようにね着られるっていうのが面白いんじゃないかなとは思いますが、いかがでしょうか。ほんとね夏セール僕一番好きかもしれない。小物もそうだし、ありとあらゆるものが年間通して本当に一番安いような気がしますよね。だって去年の冬物は結局今年の春物もそうだし、去年の冬物なんかやっぱ残せないじゃないですか。どん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 秋冬の新作が出ようとしているのに、ということは叩き売らなきゃいけないと。で夏物に関してもまあね、早くセールをすることによって、まあ、変な話店舗の売り上げを確保しなきゃいけないと。もうほんとね夏のセールが早すぎる。僕が20歳そこらとかもう10代の頃って夏のセールって言っても8月のねお盆前後だったようにやっぱり記憶しているんですよ。で7月のセールはねなかったような気がしますね。あったとしてもその店舗の創業祭だとか、まあ、そんな感じのセール、なんか昔はねほんとセールってあんまなかったですよね。今も年間通してどこのお店でもセールしてるじゃないですか、ワゴンセールにしてもですね、まあ、そのあたりどうなのかなとか思うんですけども、ということで夏物のアイテムはむちゃくちゃ安いですよね。もう T シャツ僕もねちょっと T シャツ買い回しとかしてますけども、GU のこのキム・ジョンズコラボ叩き売りがすごいと。でも叩き売りがすごいけども、やっぱりキム・ジョーンズとなるとやっぱり欲しいアイテムがあるので、まあ、買える範囲内ですねちょっと T シャツとか、まあ、T シャツだったら年間通してずっとインナーとかでも着られるので、まあ、そのあたり僕はチェックしようかなと思います。夏物はですねほんと安くて年間使えるアイテムもたくさんあるので楽しいですね。パンツ類とかもそうですよね。本当冬、秋とか季節的に去年がなんかそんななかったような気がして、夏から急に冬になったような感じするじゃないですか、まあ、そういったことでですねこう今のセール何を狙うかっていう話なんですけども、夏の安くなった T シャツ類をまあたくさん買って、でまあ、実際僕もたくさん買ってますし、これから着られる秋冬のアイテム、これから着られる秋冬のアイテムをこの安い夏のセール時期に買っておくと、まあトレンドとかもあると思うんですけども、まあ僕も言うほど最近あれランボルギーニ びっくりしたレクサスか、レクサスのなんか SUV のオレンジランボルギーニに見えたで、何言ってたっけ、そうそう夏の安い、何言ってるか忘れちゃった、まあまあいいか、まあ、こんな感じの動画です。とにかくですね今から着られる秋冬物、これから着るはずであろう秋冬物を今の夏のこのサマーバーゲン、サマーセールの時期にね僕はね買っておこうと思います。まあ、昔からね僕 ZOZO タウン、まあ、10年ぐらい前から ZOZO タウン使ってるんですけど もう何年か前もショットとどっかのコラボのピーコートを 80% オフとかだったかな、なんか2万円ぐらいで買ってるんですよ。冬物のアウター関係なんかこのサマーセール安いですよ本当に。まあ今着られるかったら着られないんですけども、そこまでね僕も思い出した、そこまで僕もまあトレンドばっかり着るわけじゃなくて、結局自分トレンドにやっぱり走りたいなと、
独自スタイルをどん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 こう極めていきたいなっていうことでですね、いろいろ買い物をしているわけですよ。本当に暑い、暑くてだん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 こう額に汗がかいてきた。ちょっと冷静にクールにいかないといけない。まあでも洋服の話はね、本当に面白いですよね。あとちょっとチェックしているのはやっぱりスニーカー関係、スニーカー関係欲しいですね。ナイキのね、視聴者様に教えていただくと、ナイキのね、名前がね覚えられないんですけども、エアプレストンみたいな感じのこうランニングシューズがあるんですけども、そのあたりもね結構かっこいいんじゃないかなと思って、まあね、秋冬はスニーカーを少しまた買い足そうかなとは思っております。靴関係はね、最近なんかよく靴買ってますけどね、スニーカー買ってますけど、スニーカーは買い始めたら本当止まりませんよね。この僕のおしゃべりのように喋り始めたら止まらない。洋服も買い始めたら止まらない。ただ以前よりは、一つの単価が比較的ね安いので、もういろんな服装が楽しめるっていうのがこの時代なんでしょうね。もう昔じゃ本当ありえなかった、ブランド名がついてないと本当になんかよくわからないような洋服がばっかりだったんですけども、この数年はですね、それをミックスして着ることがかっこいいと言われていたりするので、おっとここで注射か、まあ、そういったことも含めてですね、それこそ本当自分トレンドじゃないけども、自分が好きなものを着るっていうのがこれからの時代のファッションの楽しみ、もう本当多種多様化してますよね。昔はね、こればっかりだとかあればっかりだとかってあったんですけども、本当皆さんいろんな服装されてて、こう見てる側もすごく楽しいですよね。まあ、そういった意味も含めての秋冬のファッションを楽しもうじゃないかというようなドライブ雑談でございました。まあ、車もですね、おーっとここ車止まってるか、なるほど、ちっちゃい車が止まったから分からなかった、よしこっち側行こうか。まあ、車もですね、こうファッションと一緒にですね楽しみながら、朝の動画のフロアマットじゃないんですけども、自分なりにいろいろコーディネートしたら楽しいんじゃないかなっていうようなドライブ雑談でございました。とにかく今日は暑い、むちゃくちゃ暑いんだから今日は本当に汗かいたということで、無事到着いたしましたので、よく喋る、岡剛でございました。ではご視聴の方ありがとうございました。ではまた見てください。僕ね、昔からのスタイルで長袖シャツがやっぱりね結構好きなんですよ。それでね、こうやって腕まくりしてっていうスタイルをね、ちょっとこれからまたまた復活していこうかなと思います。この前ね、あの白シャツで第1弾みたいな感じでですね、無印のガーゼ、ダブルガーゼのシャツ買ったんですけど、あのスタイルかなり気に入ってますので、長袖シャツ今安いので買いの時期なんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。あとね、駐車するときはこれがもう必須ですね。でもね、ちょっとボロボロになってきたので、ビートル届くと同時に買い替えようと思います。